ケリーリー・ウォルシュ・ジェニングスは、アメリカ合衆国の元バレーボール選手、現、ビーチバレー選手。カリフォルニア州出身、ウォルシュ・ジェニングスが生である。旧姓はウォルシュ、シックス、フィート・オブ・サンシャインという愛称で親しまれる。高校時代は、サンノゼのアーチー・ビショップ・ミティ・ハイスクールで、学校代表として活躍。スタンフォード大学時代は1996年と1997年に、 国内タイトルを獲得した。2000年シドニーオリンピックはバレーボールで出場し4位に入賞。その後、ビーチバレーに転校し、ミスティメイトレーナーとのペアで出場した、アテネオリンピック及び北京オリンピックにおいて、2大会連続で1セットも落とすことなく、金メダルを獲得した。2006年、アメリカ国籍の女子ビーチバレー選手としては、史上4人目となる、 獲得賞金総額100万ドルを達成した。北京五輪後、男子ビーチバレー選手のケイシー・ジェネリングスと結婚し、2009年と2010年に、それぞれ男児を出産した。2011年、ミスキとのペアが復活。2012年、ロンドンオリンピックにおいて、わずか1セットを落としたのみで、オリンピック3連覇となる金メダルを獲得した。これが、通算。 109回目の公式戦優勝。ミスティは、ロンドン五輪限りで公式戦からの引退を表明しているが、その代わりとなる新パートナーについて尋ねられた際、候補がいないと言ったら嘘になりますが、今日のところは、この勝利を満喫させてくださいと、具体的な名前は出さなかった。ジョージ・ W ・ブッシュとオールシュ、ミスティ名トレーナー、ありがとうございます。